信履歴なんてない方が何かと平和である。彼氏がいない時の無駄毛処理は無意味である。コンビニのレジで並んでいると奥からバイトの兄ちゃん出てきて、隣のお客様はこちらのレジへどうぞ。後ろに並んでた人に先を越されるのは複雑な気分である。いい男は大抵すでに人のものである。無料お試しセットを申し込んだらそのうちきっと何か買わされる。誰これ、友達。友達という言葉ほど便利なものはない。他人の家はなんか臭い。女友達とうまくやるにはお互いちょっと不幸であることが大きなポイントである。羽根つきだけれど空は飛べない。でも大した結果ではない。恋をするたびにこんな気持ちになったの初めてなんて言っている。安かった、まとめて買った、腐らせた。美人アナ美人 OL の基準がわからない。間違いな着メロとキャラクターに合わない着メロは品種ものである。都合が悪いと地下にいたことにする。男のバレエダンサーの股間は注目の的である。まずはメールで反応を伺ってみる。真っ昼間のデートはお肌の状態丸わかり。100円ショップには時々どう考えても100円じゃ高いものも置いてある。ビフィズス菌が1億あるって本当に数えたの？するとセクハラ、好きな人がすると甘い誘惑。パラパラを踊るときはみんな無表情である。ブロッコリーはパンチパーマ。水道の蛇口のレバーは上げたら水が止まるのか下げたら止まるのか統一してもらいたい。 A4 コピーするはずが B5。 メールだと臭いセリフも平気。レモン16個分のビタミン C が入っているキャンディ、このレモンにはこのキャンディーの16分の1のビタミン C しか入っていないと思うとがっかり。初対面でいきなり自分史を語り出す男は要注意。しりとりでルーの次は必ずルビー。携帯を彼氏の部屋に忘れたらこれはもう一大事。初めてって言うと男は喜ぶ。眉毛を描かれた犬は切ない顔。外国のスターは日本の CM でダジャレを言い過ぎ。好きになった人がたまたま結婚してたんだと強引に自分に言い聞かせる。おでんの卵の色が白いままだと損した気分である。人は皆自分の名前を逆さまに言えるものである。バーコードを通らない商品は根性がある。大抵の料理の表現はフルーティーかジューシーか香ばしいで OK。 気づかれないようにあくびをすると鼻の穴が広がる。検問で止められて何らやましいことがないときはちょっと偉そうな態度をとってしまう。トドとアザラ